世界本の日に、街頭で読書イベントを行うチュニジアの学生たち、世界図書、著作権令は、国際連合教育科学文化機関によって、制定された、読書、出版、著作権保護の促進に関する国際例で、毎年4月23日、世界本の人も呼ばれる。日本語では、世界本と著作権の人も訳される。 1995年のユネスコ総会で制定され、1996年から実施されている。書籍とその作者たちに敬意を表する記念日であり、読書の楽しみを特に若い人々に伝えるとともに、人類の文化的、社会的進歩に果たした人々のかけかえのない、貢献への敬意を新たにすることを目的とする。この日には、各地で、 本や読書に関連したイベントが開催される。フィンランド、ヘルシンキでの世界本の非行事に招かれた作家兼、フォレットヘルシンキの世界本の非書籍誌メキシコの大学で開かれた朗読会1995年11月にフランス、パリで開催されたユネスコ総会において毎年4月23日を世界図書、著作権デーする宣言文が採択された。 スペインからの提案に基づくものである。スペインのカタルーニャ州では4月23日のサンジョルディの日が本の日と呼ばれ書籍に関する様々な行事が定着しておりこれに着想を得たものである。ドンキホーテの作者ミゲルデセルバンテス、イングランドの劇作家ウィリアム・シェイクスピア、インカ高等期の著者であるインカガルシュラーソデ・ラ・ベーガの3人の作家の命日が いずれも、それぞれの地域の暦での1616 16年4月23日であり、世界の文学にとっての象徴的な日付と位置づけられている。また、シェイクスピアは、伝説上の誕生日も1564年4月23日とされている。さらに、ウラジーミル・ナボコフ、ハルドル・ラクスネス、モーリス・ドリオン、マヌエル・メヒア・バジェホ、 ジョセプ・プララの多くの文筆家の誕生日や命日でもある。世界図書、著作権令は国際連合の認める国際デーの一つになっている。なお、3日後の4月26日は著作権を含む知的財産権に関する国際デーである世界知的所有権の日に定められている。ユネスコと書籍に関連する3分野の国際組織は各都市から提出された。 書籍、読書に関するプログラムを評価し、世界本の首都を選定している。選定された都市は、世界図書、著作権令から、翌年の4月22日まで、世界本の首都を称する。世界本の首都は、世界図書、著作権令の成功を受けて、スペインのマドリードを2001年度の、世界本の首都としたことに始まる。以降選定都市は2002年度、 アレキサンドリア2003年度ニューデリー2004年度アントウェルペン2005年度モントリオール2006年度トリノ2007年度ボゴタ2008年度アムステルダム2009年度ベイルート2010年度リュブリアナ2011年度ブエノスアイレス2012年度エレバン2013年度バンコク2014年度ポートハーコート 2015年、似川市、2016年度、ワルシャワである。世界図書、著作権令には、特に定まった形式はなく、読書、出版、著作権に関連した行事が、様々な形で行われる。日本の国立国会図書館によれば、例えば2011年には、各国で以下のような行事が行われた。イギリスとアイルランドでは、ワールドブックデーとして知られている。 日付は3月第1木曜日である。国際的な4月23日が採用されなかった理由としては、復活祭との兼ね合いや、イングランドの守護聖人である成城時の日と重なることが挙げられる。スウェーデンでは、バールツボックダゲンとして知られており、著作権についてはほとんど言及されない。通常は4月23日に祝われるが、2000年及び2011年には、 復活祭との兼ね合いで4月13日に移動された。日本においては、この日は2001年12月に交付された、子どもの読書活動の推進に関する法律第10条において、子ども読書の日に定められている。全国の公共図書館などでは、子どもを対象とした読書に関するイベントなどが、開催されている。韓国では、 ユネスコ記憶遺産に登録された歴史的記録物の展示公開や今後登録を目指すものも含め出版化された歴史資料の読書推奨による歴史の再認識啓蒙を図る。ありがとうございます。